今回は全国高校駅伝の新ルールということで、うん、もう今年から留学生が走れる区間は男子は2区か5区、女子は3区か4区で、いずれも最短の3キロとなると。ポネクさんどうでしょうか。もう、はい、僕はもう正直な気持ち言わせてもらいます、はい、もう聞かせてください、お願いします、はい。やる気元気モネチャンネルです。お願いしま す。さあ今回は全国高校駅伝の新ルールということで、うん、もうこれはもう決定事項なんですかね、もう今年から留学生が走れる区間は男子は2区か5区、女子は3区か4区で、いずれも最短の3キロとなるということが、え、今年来年、もう今年ですね、今季、はい、今季、はい、という、まあ、僕、はい、もう一度お願いします、留学生は、留学生は男子は2区か5区、いや3キロ区間ね、3キロ区間、そして女子は3区か4区ということで、いずれも最短区間の3キロということが、決定事項となりました、うんうん、はい、ポネクさんどうでしょうか。もう、はい、もう僕はもう正直な気持ち言わせてもらいます、はい、もう聞かせてください、お願いします、はい、遅いわこの判断はね、遅すぎるわもう、ね、何を今更なんやねんと、まあね、以前もこの番組で言ったことありますけどもね、はい、ありますけども、はい、まあ、一時期は、はい、一時期はね、一時期、はい、もう1区走って、はい、3区走っててんから、そうですね、あの2人起用されたねちょっと高校ございまして、ありましたよ、ものすごいインパクトを残して優勝されましたね、はいはい、あとまあね、はい、あともう2人はあかんってことになって、はい、で1人ですよって言って1区でね、1区10キロや、はい、42.195キロの中の、ね、はい、10キロやったらもう、ね、はい、4分の1やね、そうですよ、それを、はい、あのいっぺんテレビじゃなくて現場で見合った人びっくりすると思うよ、そうですね、もう円町の交差点で、はい、もう集団が、そうですね、第一集団はもう外国人だけやもんね、留学生、第二集団に、まあ、いわゆる日本人の高校生がいるわけ、ね、トップレベルの選手がいたっていう時代、それはやっぱりおもろなかった、まあね、僕はね、はい、添上高校や洛南高校言うけど、はいはい、面白なかったですよ、ね、やっぱりインパクトがすごかったですね、やっぱジュリアスギタヒにしても、うん、ね、もすごい、すごいな、世界ってこんなんやっていうね、驚きはありましたけども、オリンピック選手のね、オリンピックで入賞する選手がまあ走ってるから、はい、まあでもそのじゃあ留学生が基本的にダメっていうわけじゃないですよ、はい、留学生がその高校にいて、うん、彼らが練習を引っ張ることによって、はい、他の日本人の選手も、はい、こうやって強くなっていくっていうね、はい、もうありますそういう意味ではもうすぐ留学生っていうのはすごく、はい、素晴らしい、ね、選手だったと思いますけども、ね、でそれからまあ2008年からはこう男女ともこの1区以外ですね起用できなくなったというルールもあって、だから今男子だと3区とか4区で使うんですよね、留学生はね、8キロ区間ね、1区を除く、まあ、それでもやっぱりね、やっぱちょっと、まあ、確かにまあ、女子で言うたら、はい、ちょっと去年がねインパクトありすぎたんですよね、アンカーの、上村学園さんの、はい、アンカーのね、調べてみますとね、はい、5キロのね、はいはい、日本記録よりも早いですよ、なんか早かったですね午後の男子がビクビクするような記録で女子のカリバさんが走られたっていうのがあれ男子の中に入ってもベスト10ぐらいに入ってた、いやもう早かったですよ、だって14分だけぶっ放してるわけですから最後抜いていった時インパクトありましたね、あのインパクトがやっぱり強かったですね、まあまあでもね、まあ、そういうのもあっていいじゃないですか、はい、もう今までの中で、はい、過去に感謝ね、未来に希望、はい、今にワクワクですから、はい、過去は過去で感謝ですよ、はい、そうですね、それはだから別に留学生使って買ったところは、はい、そこでも胸張ってもらいたいです、それはルールなんだから、乗っ取って やられてますからね、そうですよ、はい、別にいろんな、ね、声はあるけども、はい、ルール上で買ったはんねんからそれはそれでいい、はい、そうなんです、ただ、はい、もうやめないよっていうね、まあ、もう使えないよっていう話ですけども、やっぱやっぱりこの2008年から見てもやっぱりこの留学生を起用されている高校のやっぱ優勝の数がやっぱり圧倒的に多いなっていうのがちょっと数字にも出てますよ、ただほらなかなかちょっと陸上競技として、はいはい、ちょっとこう勝てない例えば新潟とかね、はい、あるじゃないですか、あります、北海道とかでもやっぱり留学生、はい、ああいうとこで使ってるのは僕はすごくいいことやと思うねんけどね、はい、ああいう学校が
あの留学生使って出てきてくれるのはね、はい、素晴らしいなと思うけど、ただやっぱり一番短い区間でいいと思いますよ。3区でね、2区でだからもう7分台のものすごい記録を見たいなっていうのも、ね、はいはい、ありますよね。ありますよ、はい、あだってニューイヤー駅伝でもねあるもんね、インターナショナル区間っていうのはあるんで、うん、まあね、これいろんな、まあ、声はあると思います、賛否両論あると思いますけど も、はい、けども、まあ、やるのはいいと思います。これ一回やってみてね、はい、もうこれでもうやってもやっとですわやっとやわ。もう僕高校出てからもう長かった、はい、でも30何年ちゃうか、これこのルールで1区が走って2区あかんとか言うて、はいはい、こんなもんもっと早くやってほしかったないや僕の本音ですよ、いろんな、ね、いろんな声あると思うけど、いろんな声あると思いますけどね、はい、はい、そりゃそうやわ。だからまあこれがね、まあ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 どういう流れになるのかちょっと分かりませんけども、うん、はい、でもまあこれでまあ留学生は、はい、ね、あのすごい7分台出るかな、7分ね、ほんま7分、はい、だから佐藤清春選手のだからこの肉の記録塗り替えられるのかなとか思いながらねあ、そうかな、あ、はい、もう肉と極、極もね、ああ、もう切り塗り替えられる可能性大ですよね。ありますかね。この前佐久長聖の選手が極塗り替えたもんね。もう何十年ぶり、何十年ぶりや。佐久長聖のね、あの幻の記録をね。はいはい、まあ言うても佐久長聖あのオール日本人で勝ってましたしね。そうですよ。うん、だからまあね、まあまあだから、うん、まあ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 。そう、はい。こういうことですよ、はい、だからまあ、まあこんな言うたらないけど、はい、母校にもチャンスはこれ出てきますからね、あ、ね、悲願が悲願があれ、これ優勝言うたらダメ、あれなんですね、あれが悲願がありますよ。あとまあね、はい、京都で言うたら立命館宇治の荻野先生も、そうですよ、もう、あ、荻野先生も絶対留学生使わへんかったからね、ほんまっすね、立宇治も、はい、宇治校時代からもうオール日本人で勝負されて、ね、まあ言うと訓営も、まあ、ほんまですわ。まあ今年から あれちゃうの、近畿枠とかできるから、そやろ、変わってきますよ、久保凛さんの東大阪敬愛とか、ほんまっすわ、留学生いないよ、面白いね。そうなんで京都は京都でな、はい、高科女子も今強いね、ほんまそうですね、高科女子中学生で日本一やからね、総合でこれだから戦い方も変わってきますよね、留学生の起用の仕方、そうやね、これはでもこれ勢力図変わってきますよ、いやマジで変わります、僕だから男子は3区がエース区間になるんちゃうかな思ってるんですけどね、なるほど、はい、2区でいい感じで走らして、はい、1区でもし出遅れても2区でこう行ってまた3区でっていうぐらいで、ただ監督さんは3区にエース持ってくるケースも多いですからね、多いですから、言い方も変わってきて面白くはなるんかな、はい、なんですけども、はい、ですけども、ぜひとも、はい、年末、はい、楽しみですね、高校駅伝注目でございますね、はい。